やっほー、皆さんこんにちは。いや、皆さん来てくれてありがとうございます。ゲリラ配信なのに来てくれてありがとうございます。ちょっと一旦ツイッターにね、拡散シェアか、シェアしよう。ちょっとお、ちょっと待って、部屋が汚すぎるちょっと待ってくださいね。ツイッター、はい、一旦ツイッターのやったよ。ピン、シナモンだよ。これシナモンなの。あらら、前髪が。シナモモカです。今日はシナモモカよいしょ昨日サイン会ありがとうございました。ちょっとさっきまでお昼寝してて声がカスカスですみませんおはよう。サイン会楽しかったです。本当に久しぶりにね、皆さんのコメントっていうのかな、久しぶりにじゃないね、全然皆さんのねコメントもすごく嬉しくて心が温まりましたちょっとね、私のお家の外にね、ちっちゃい子が遊んでいますね。ちょっと声が入るかもしれないんですけど許してくださいわんぱく少年が遊んでるっぽいからこんにちは。そう、小さい子めっちゃ元気で遊んでます。ほら、聞こえる？今イエーイって言ってた今イエーイって言ってた前髪理想？これ全然ね、汚いよ。今日めっちゃ汚くてごめんなさい。最近ね、分けるのにハマってて結構分けてるんですけど、今日はちょっとパッツン目にしてみましたよ。そう、髪の毛伸びたよね。ほら、あってもうあんま映らない。普通にこの画角でさ、最後まで映ってないからさっきランチ行ってきた。何食べたの。ちょっと汚いけどちょっと許してくださいテスト勉強してないの？テスト勉強、テストいつなの？テストいつ？皆さん、アバターがさ、イコラブさんの最近配信じゃない、配布されてたアバターの方が多くて可愛いですよね、このアバター。私もね、全部じゃないかもしれないけどゲットさせていただいて、あー、ビーゼルフィッシュのアバターってね、いつ、昨日ですか？昨日撮るの忘れちゃった。私はとりあえずズルズルだけは命がけで撮らせていただきましたね
今ズルズルのアバターにさせてもらってます。でもサンリオかわいい、シナモンだからいいね。シナモンいいですよ。ズルズルかわいい、てか全部かわいいけど、ダイリリもめっちゃかわいくて、あの衣装が好きなんですよね、ダイリリの。あとカメオもかわいいし、ウォンチューもかわいいし、全部かわいいです。初期のやつ、あそう、この猫のやつさ、私さこのズルズルのアバターいただくまではその猫のやつにしてたその猫のやつ可愛くない？アリスもそれだった気がする。皆さん今日は何してるんですか？何して過ごしてるんですか？野球？野球？え、高校生？野球するってことは何？部活ですか？あれ？どういうこと？何歳ですか？大学？大学生？草野球だよ、草野球。え、何それは、やり、なんか草野球の会みたいなのがあるんですか？あれな、サークルみたいな、サークルですか？サークル？ゴロゴロしてるよね、わかるわかる。私も今日はあのゆっくり起きて、ん？ゆっくり起きてゆっくり寝て、でママが作ってくれたフレンチトースト食べて、でまた寝たまた寝て今です。ずっと気になってて最近推し始めました。お話し会楽しみ、かわいい、ありがとうございます。ゆずちゃん、ゆずちゃんで合ってるかな、優雅で、そう優雅なのかな。でもあの今日はゆっくりと生活できて、赤ん坊って、赤ん坊、赤ん坊じゃないよ、赤ちゃんって言われるけどさ、たまに赤ん坊って言う人初めて見たんだけどサイン会のサインたちは飾る場所を確保しておりました。お、いいですね。いつ届くんだろうね。そうそう、もこもこ。耳あります。ここにいるんだけどね、白いから。見えない。シナモンです。目が見えた、本当？あ、そう、これなんだけどね。ね、全然見えないじゃん。どうしたらいい？これです。レミタンってシナモン好きなのにさ、なんでアバターさポンポンプリンなの？ずっと思ってたけどいつも糸シナモンとかさ言うじゃん。どっちが好きなの結局？どっちも。スクショタイム後でします、ありがとうございますお話し会何回か当たったから話すこと考えとくね、ありがとう。
来てくれるの嬉しい、楽しみにしてます。リオちゃんお仕事行ってるので代わりに見に来たよ、ありがとう。きのちゃん、きのちゃんはみつき、みつきの、みつき推しだっけ。よいしょ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 。1から18までの好きな数字3つ教えて。偶数が好きなの、偶数2が好きですね、2月2日誕生日なので。ももちゃんのアバター欲しいよ、私もももちゃんのアバター欲しい。偶数好き？本当に偶数いいよね、偶数いいですよね。なんか3つの数字言ったらなんかなんの？あ、ほんと、みつき推し。あ、ほんとに？私からあるから、ありがとう、待ってるね。きのちゃん、きのちゃんって本名ですか？また教えてね、あの違うお名前で来る感じだったら競馬、競馬むずい。あ、でもなんかさ、イコノイジョイチャンネルでさ、あの指原さんと高松さんがボートレースに行ってらしたじゃないですか。私なんか成人しないといけないんですかね、あれって。多分そうだと思うんですけど、行ってみたくて、行ってみたい。二十歳になったら行ってみたいです。でも私ああいうの多分ね全然ダメなんだよね、ダメなのよ、ついてない、ついてないっていうか運がないと思う橋原さんとか高松さんとかってなんか持ってる気がする、そういう、なんて言うんだろう、運っていうか、すごい勝負ごとに強そうじゃないですか、お二人って。さすがですね。ビギナーズラック、ビギナーズラックって何ですか。かけなければ OK。 でもかけたいやん、それはもう言ったら宝くじもやったことないな。なんかおじいちゃんが結構宝くじ好きだったけど、最近はなんかあんまやってないのか分かんないですね。これクラランスだよ、やばい、映っちゃうね、汚いから。これでもね、この色がね03番なんだけどね、ピンクが欲しくて、ピンクのやつ02番かな、分かんないけどでもこのグロスいいです、プルプルになるよ。なんかねグロスなんだけど結構ねベトベト系だからステージとかではあんまり使えないんだけど、リリミューさんも使ってます。昨日のサイン会ではね、あのサイン会って結構ずっとおしゃべりしないといけないじゃないですか、文皆さんからのメッセージ読んで私のやつをあのねあれするから、それで塗り直す時間がさ1時間15分ぐらいないからさ、それであのリリミューさんのあの02番使わせていただいたら、すごくねあのリップの持ちが良かったですよ。私01番と02番が好きなんだけど、他の色が結構なんていうの、イエベ寄りな感じの色、オレンジ系とかあのブラウン系とかがさ多いから、私は多分ブルベなのかなって思ってて、だからねなんかまだあんま使ったことないんだけどね、使ってみたいから、あの合うメイクとかしてみたい。でもねなんかさ、指原さんにいただいたあのアイシャドウの色がすごく可愛くて、それがね03番とかリップ合いそうだからね、それで化粧してみます。
でもなんかすぐ売り切れてましたよね、なんかどっかのサイトの楽天かなんかのあれで、みんなそりゃ欲しいよなって思いました。今日何時まで配信しようかな。てかなんかショールーム久しぶりすぎてさ、これ合ってる？なんかこんな感じで喋ってたっけ今まで。なんかさあこんな感じで喋ってた、合ってる？大丈夫？ユリミン欲しいけどない。あ、そうなんだ、やっぱり。まあでもまたいつかね、あの再販というか再入荷する日を待ちましょう。山田べ私。それ鈴木さんだけじゃない、鈴木べだけじゃない。ワークの答え、私もワークのあのさ長文のところとかさめんどくさくてさ。でもそういうところを写すとさ、なんか国語とかの例文でなんか自分で書けみたいなさあるじゃないですか。そこのそこを罰にしてあの赤で書くっていう言ってました。元気になってよかったよ、お話し会で会えるの楽しみにしてるよ、ありがとう。元気だよ、ずっと。サイン会は何を言ってたか覚えてる？サイン会は何、うん、皆さんがってこと、私がってこと、ん、でも皆さんからのメッセージすごい嬉しかった本当に。あのさ時間がなくてさ、一人持ち時間っていうかさ、一人何秒とかさ、あのまあそんなに細かくはないんだけど、だいたいこのぐらいっていうのが決まってるから、めちゃくちゃ早口になっちゃって、もうあの滑舌も悪いし早口だしで、何言ってるか分からなかったらごめんね。早口だけど気持ち伝わって本当にありがとう。激おもメッセージ嬉しいよ、私激おもなの、激おもウェルカムよ。あ、コメント全然押しずいてくれたから、愛しなもん書いてた、見た見た見た、ジュリー可愛すぎみたいなツイートしてた。激甘すぎてコメント黒塗りね、読みたかったんだけど、サークルでさ送ったコメント送ってよ、もう覚えてないかな。ゴトンの愛で、渚さんですね。もうちゃん落ち着いてサインできてたよ、ありがとう。一番最初だったよね、どっちも。あの順番って何、どう決まってるんですかね。特別公演ね、楽しみ楽しみだね。記憶力いいよ、リプ毎回長文すぎてごめんね、長文嬉しいわ、ありがとうね。いっぱい考えてくれたんだなと思うと、もう嬉しすぎる本当に。皆さんは前髪分けてるのと、分けてないこのパッツンの方とどっちが好きですかね。私結構メンバーには分けてない方が好きって言われるんですけど、言われるっていうか言ってもらうんですけど、でもね、どっちも分けた方がいいかも本当に。デコをねデフォルトにするのはむずいよそれは。パッツンが好き本当に。でもさ、たまに分けるぐらいがいいかな。じゃあ分けてるの好きなの、こういう感じですよ、分けると。ちょっと今はあれだけど、ちょっとあんまり綺麗にできないけど、絶対分けてるの本当に。そんなにですか、絶対ぐらい。じゃああのこれから分けよう。
分けようかな。あっつんがいいな本当。じゃあいい感じの割合でやるね。パツンが好きです本当。待って、そうだよね、やっぱり割れるから意見が。だから気分で決めます、私の私の気分で決めます。ありがとうございますね、皆さんどっちも好きって言ってくれて。あ、タワーありがとう。誰だ、あ、おしずありがとう。昨日おしず呼びに昇格したおしずさんありがとう。これからもずっと一緒にいようね、ありがとう、嬉しい。私モモカのことこんなに好きだったっけってなるぐらいモモカへの愛が深まっています。かわいい、これからもいっぱい深めてください。アリスいるの？アリス、アリスいる？アリスいるじゃんアリスやっほー。今日は何してるのアリス、昨日のサイン会無言で見てたよ無言でって何、無言でってあやたん、くまありがとう。あやくま、あやくま、猫、猫アバター、本当にまだ変わってなかった。アリス、アリス猫アバターだから。そういえばアバターはニアジョイ全員一緒なんですか。なんかね初期のやつでね、最初でね何も言われてないから多分変えていいのか分かんないけど、でもあれだと思います、公式が配布してるやつとか、あと初期にあるやつあるじゃないですか、それだったらいいのかなって思ってる。かわいいくまたんさんくまくまありがとう。今日はシナモンなんですけど、これすごいね防音かも、防音、これ着てるとね周りの音があんまり聞こえないまあショールームだからいいんだけどさ、一人で喋るから。絵心ないよ本当に絵心ない。でもシナモンだけは描けます、好きだからね。え、カズヤさん猫じゃん、これかわいい、なにこの、え、萌えずのやつはこれはクマなの、え、かわいいね今のやつも。萌えずいっぱいありがとう、欲しい。ナナミもありがとう。指輪かわいい、ほんとシナモン大好きだから湧いた、ほんとアバターもシナモンだもんね。ってことはたまたまももちゃんとアリスちゃんのアバター、そうなんかね一緒だった今はちょっとズルズルのやつにしてるけど、私今度お話し会ありがとうございます、待ってるね。昨日もサイン会もありがとう。ももちゃんのための、え、本当に私のためなの、可愛すぎる、ありがとう楓、ありがとう。初訪問の皆さんもありがとうございます、たくさん。イコラブさんのアバターコンプしてるの？すごい忘れちゃってさ、何日か。かわいい、かわいすぎる、本当にありがとう。シナモンポーズ、シナモンだから何もしなくてもシナモンなのですよ私は今日ももちゃんがシナモンに見えてきた、本当に？なんか口が似てるってたまに言われるけど。
ずっと忘れて一個も獲得できないねえ、なんか毎日さ告知してほしかったよね公式さんがお願いしますって感じだったけど忘れちゃった。車の BGM モモカのショールームにするずっと喋ってた方がいい、いい感じかも。静かになっちゃうから喋んないと。え、このさ蓋開けたら猫ちゃんみたいなの可愛いんだけど。え、ふうさんが猫のやつになってるんだけどスクショ？ちょっと半目のやつ消してよそういえばお渡し会、あ、本当にお渡し会楽しみにしてます。で私も終わったら猫アバターに戻そう。なんか猫アバターのあれ増えてるんだけどえ、可愛い。起きたらショールームやっててびっくり。そう、あのね、ゲリラ配信しちゃった今日も。寝てたの？ナナは今日はお休みなのかな。こたつまでに痩せなくては。それもめっちゃ同じ気持ち、同じ気持ちよ。あ、猫になってるじゃん、ななみも猫増えてるやん。今日もお休みよかった。もうゆっくり休みな、もうずっと休みな。もう本当に足りないよね休み。今日何時までやろうかな。何時ですかね今って。トレンド、トレンド15時47、早いねめっちゃ。じゃあ5時までかな、5時までやろうかな。ありがとう、いっぱい時間送ってくれて。48分、了解。ちょっと寝起きだからさ、ちょっとほわほわ喋っちゃってごめんね声もなんかガスガスでごめんね。うん、ショールームのやり方教えちゃったから、ちょっとどうやって喋ってたかな今まで。もっとなんか早口だった気がするんだけどいつもいつもって、いつもですか本当に。16時まで休憩なのでそれまで見るね。ありがとう、エイチャス、エイチャス、ありがとう。お仕事ですかね、頑張ってね。ももたん元気そう。そうよ元気よ、私ずっと元気だから安心して。ちょっと一旦暑いですスクショタイムの時にまた被るね。シナモン、コンビニ行ってきます。コンビニで美味しい食べ物を教えてください皆さんの。なんかね、私って結構ね、あれなんだよね、ハマったら同じものを食べ続けちゃう人なので、なんか新しいものを食べてみたい。ここにシナモンいるんだよ実は。どこにやったら目立つんだろう。これ絶対ここじゃダメじゃん、絶対ダメじゃん。うん、ここだね。ファミチキ、ファミチキ美味しいけどさ、私セブンの唐揚げ棒好きなんだよね。唐揚げ棒ってさ、なんかなくなったんじゃないんですかね。なんか神奈川はあるんだけどまだ、なんかなくなったって聞いた。神奈川だけ、神奈川とどっかだけまだあるみたいな聞いたんですけど、それって本当ですか。ジャージー牛乳プリン、
なんかプリン好き、最近好きになったかも。焼きプリンが好きで、あとね私あれが好きなの、あのヨーグルトの、あのあれヨーグルトのなんかさ、生クリームじゃなくてなんていうの、なんかバニラヨーグルトみたいなやつあるじゃないですか。それのなんかマスカット味がめっちゃ美味しいよ。食べて、みんな毎日食べてる。あ、セブンのカレーパン美味しいんですね。なるほど。ちょっとメモっときたいんだけどさ、紙がない。バニラでマスカット、なんかねバニラヨーグルトがあの本物っていうか元祖って感じね。それのなんかね、期間限定かなんかわかんないけど、マスカット味出てて美味しかった。マスカットじゃない、なんとかシャトルネみたいな、あのちゃんとした名前のやつなんですけど。カヌレアイス、そんなのあんの。ハッシュドポテトはもうどこで食べても美味しいよ。ローソンの冷凍カルボナーラ、あ、そうなの。カルボナーラ食べたい。最近食べてない。てかサイゼ行きたいんだけど、てかサイゼのパスタ食べたいんだけど。サイゼ食べたい。あ、違う、サイゼ食べたいじゃない。サイゼのパスタ食べたい。ペペロンチーノ食べたい。え、めっちゃお腹すいたんだけど。私まだ今日起きてからフレンチトーストしか食べてない。でも今日はママに手巻き寿司がいいなってお願いしたから、多分手巻き寿司だな。だからお腹を空かせておかないといけないから。サイゼで5年間バイトしてて、本当にどうだった、バイト。サイゼのエスカルゴみたいなやつは売ってるじゃないですか。食べたことなくて、でも食べてみたいんだよね。食べてみたい。なんか手巻き寿司といえばなんだけど、なんか愛ちゃんの配信見てたら、手巻き寿司無限に食べれるから食べないみたいなこと言ってた。私全然無限じゃないんだけど。手巻き寿司の具は何が好きですか、皆さん。エスカルゴ本当に美味しい。本当に。どんな味なの、どんな味、どういう食感。怖いじゃないですか、カタツムリでしょ。だってカタツムリなんじゃないの。昨日からニヤジョイ推してる、ももちゃん推しになりそう。本当に嬉しいです、ありがとうございます。ぜひぜひ推してください。マグロね、マグロ。なんかちっちゃい時はさ、マグロめっちゃ好きだったんだけど、サーモン派になっちゃったんだよね、この中学生ぐらいから。胃が若いね。胃が若いねってさ、大学生なんじゃないの。まだまだ若いでしょね。私あの焼きサーモン、トロサーモン、私ファイマのさ、サーモン尽くし好きなんだよね。あれめっちゃ食べちゃう、よく食べ。20超えるときつくなるよ、知らんけど。それは思い込みだ、きっと。きっと思い込み、きついなって思うからきついんだよ。お、余裕余裕って思って食べたらいける、そういうもの。カルビもしんどくなってそういうこと。え、待って待って、20超えたからカルビきつい。え、待って、カルビきつい人めっちゃいるじゃん。でも私もね、あんまり脂っぽいお肉好きじゃなくて、まあお肉だったら何でも好きなんですけど、あのタンとかそっち系のお肉が好きなのかも。ハラミも好きだ。よいしょ。ももちゃんかわいい、ハマりそう、ありがとう、嬉しい。ももか楽しになりました、本当にありがとうね。ファイマだっけ、サーモン尽くしって。ファイマだった気がするんだけど、美味しいです。レッスンの時とかよく食べて、でもレッスンの時にお寿司食べるのはあんまりおすすめしない。なんかさ、あのあれあったじゃないですか、あの YouTube イコノエジョイチャンネルでお寿司大食いのやつ、あの愛ちゃんとあのジュリーとレノンと
美月が出てたやつなんですけど、それのなんかそれ大食いした後にレッスンだったの実は。で私ちょっと早く行って自主練してたんですよ、レッスンの前にね。でそれで4人がまあその撮影からレッスンまでの時間にちょっと時間があったっぽくて早く来たの、レッスン室に。でそれでなんか自主練してたら4人が来たんですよ。でもう死ぬ死ぬみたいな感じで来て、でそれでそのまあレノンとかね寝るわとか言って寝てレッスンまでの間に。でレッスン始まったらなんかお寿司食べた4人がやばいネギトロが出てくるとか言ってましたネギトロが出てくるとか言ってて、すごい大丈夫かなって思って、だからお寿司とか食べた後に動かない方がいいんだなって思いました。でもそれは多分いっぱい食べたからだよね。あんま適量だったら別に大丈夫なんだろうけど、あれだから大食いだからさ。そうそう大変そうだったイコノイジョイチャンネル、ももちかちゃんのね。そうでもきっと上がりますよ、また待っててくださいね。食べ過ぎだからだよねそうだよね普通に食べたら普通に大丈夫。みつきやばかったよね、めっちゃ食べてたよね。すごいみつきのね胃袋って、ね、無限ななんだと思う本当に。いやなんかやばいとか、どこに入ってるかわかんない、みつきの食べたものが一生食べ続けられるもん、あの子絶対なんかねこれ何回も話してるかもしれないんだけど、スイパラ行った時にみつきはね甘いものよりご飯系食べてた、ずっとパスタとかカレーとかめっちゃ何回もおかわり言ってた、サラダとかね。もうさ多分だからみつきはそんなに甘い系が好きじゃないんだと思う。好きなのかもしれないけど、大食いとかだったらみつきに勝つ方法じゃない、その甘いもので勝負っていうのが分かんない、食べれるかもしれないけど。だってスイパラ行った後にお父さんとご飯食べてくるって言ってたのやばいよねやばすぎる、全然時間空けずにこれからお父さんとご飯行ってくるって言ってたやばい食べすぎ勝つことが勝ちたいやん、なんかミツキに勝ったらなんか最強な気がして。スイパラ行ってご飯もの食べるのは分かる、本当にご飯もの食べる。でもさなんかそういうスイパラとかさ、そのお寿司屋さんとかさ、そのなんか専門店っていうかスイーツの専門店とかお寿司の専門店とかのカレーとかさ、うどんとか美味しいよね。私もなんか結構お寿司屋さんとか行ったらうどんとか頼んじゃうかもしれない、美味しそうだったら。見すぎて食べたらどこに入ってるのかすごい気になるんだよね、どこに入ってるんだろう。私全然大食いできないよ、見ての通り分かると思うけど、できなそうって言われるめっちゃいろんな人に。即消化してる、そうなのかな、消化したら食べれるの。でも吸収されるとしてさ、そしたらさ、まあ体型に出るじゃないですか、その食べた分が。でも細いじゃん、なんでだろう、ハムスターみたいに頬にね、顔ちっちゃいからさ、一気に食べたらさ、ここがなんかんってなってるよ、みつきでも飲み込んでる、ちゃんと全部ちゃんと全部飲み込んで胃の中で消しているね、どうやってるのか本当に気になるもん、どういう胃の、一回ちょっと解剖してみたい胃の中をラーメン飲むって言ってたもん。でもね、ジュリーが多分今回の大食いのお寿司のやつで本領発揮できてなかったのですが、多分ジュリーはラーメンだったら絶対勝てます
ジュリーはねラーメンがすごい、ラーメンね本当にいっぱい食べてるっぽい。ラーメンは飲み物って言ってた。あとねこの前あの私とかあの私とかあのレノンとかジュリーとかがなんか焼肉の一人焼肉専門店みたいなやつあるじゃないですか、とかによく行くんですけど、あの3人で一人焼肉専門店とか行くんですけど、その話をねしてたんですよ。美味しいよねみたいな、焼肉最高みたいな話をしてたらコナーが行ってみたいってなってて、この前一人であのレッスン後っていうかなんていうの、まあなんかお仕事があって、お仕事の後に今から一人焼肉行ってきますとか言ってた。可愛すぎる。その一人焼肉専門店に行くのが憧れだったみたい。コナーは可愛いよね。私たちがね3人で行ってんのがおかしいんだけどね。一人焼肉ってさ、一人も一人ずつその席だからさ、一緒に喋るとかあんまできない、仕切りとかあるしあるからさ、もう一人で黙々と食べるの、3人で行くのに。そう3人で行くのに、今度から一人焼肉専門店に行くときは報告して。めっちゃもうプロだからうちら。一人まるまるね、私一人まるまるめっちゃ得意、もうどこにでも行ける。そのテーマパークとかはあのまあ行けなくはないよね。でもあのさ、楽しいを取ったらやっぱ大人数の方があれかなってだけで。一人映画とかめっちゃいいよ。だってさ、なんか例えば感動、私本当に涙もろくてもう全然感動映画じゃないのに泣いたりとかするんですけど、そういう時にねなんかなんで泣いてるのみたいになっちゃうから、友達と行くと勝手に一人で泣けるから。一人映画だと結構いいですよ、一人映画。洋服買う時も一人、うん、でもねニア充入ってからね結構メンバーと一緒に服を買いに行くっていうことが増えたんだけど、でもねやっぱなんて言うんだろう、例えばレノンと私だったらとしたら、レノンの好きなお洋服の系統と私の好きなお洋服の系統が違うから、だからあのまあ一緒に行く時もあるんですけど、やっぱさ人それぞれさ好きなお洋服違うから、それだったら一人の方がもう本当に買いに行くぞって時は一人で行くけど、あの一緒に見ようって時はみんなで行きます。でもレノンのね好きなねブランド見せてもらったというか、あの一緒に行ったんだけど、すごい私も可愛いと思って欲しいって思ったよ。たまにはねああいう系統もなんかなんて言うんだろう、なんかさ普段と違う系統の服を着るっていうのもいいよね。ギャップっていうか、ギャップなのか分かんないけど、どのブランド多い、うーん、私のよく着る服はどこだろう、なんか最近どこで買ったんだ、なんか最近もこういう服を買ってないな。だからお話し会とかで服交換とかやってみたい。なんかさよくさあの先輩方とかやられてるじゃないですか、あの私服交換してみたいな、それやってみたいんだよね。だからレノンの服を着てみたいな今度。初訪問の皆さんありがとうございます。ニャリコールジョイの山田桃香です、よろしくお願いしますね。いつかやりたい、あそういえばなんですけど、コスプレが OK になったんですよ、これからのお話し会で。だからなんかあの何のコスプレが皆さんは見たいのかなと思ってちょっと聞いてみたい。何がいいですか、何やるか悩んでて。そうなんです、何が好きなんだろう皆さんは。
絶対牛タンって何？絶対牛タンって何？牛タンのコスプレってことですか？待って、絶対牛タンって何？どうやんの牛タンのコスプレ。そう、シナモンのさコスプレさ、だからあの今着てるやつはなんかまあ部屋着みたいな感じだけどさ、ちゃんと下まであるシナモン着てみたいね。これはちょっとワンピースっぽいから。セーラー服、え、待って、私このアリスにセーラー服着てほしいんだけど。無理、セーラー服着てほしいんだけど。このアリスって、あのこれ言ダメなのかな、言ったら。あ、でも分かんないか。中学生の時の制服がセーラーだったんですよ、このアリス。だからあの2人の写真見たことあるんだけど、セーラー着てる写真もう超可愛くて、本当に超可愛くて。あ、でもアリスにさ至ってはさ、あのこのなんだっけ、なんかの雑誌でさセーラー着てましたよね、このアリスを演じる。でもあのアリスこの前スモーク着てたね、ハロウィンで。セーラー着てる女の子って超可愛いと思います。リコちゃんがハロウィンで着てた黒のメイド服、あ、じゃあ貸してって言ってみようかな。とりあえずメガネモモちゃんが見たいです。 OK、 メガネモモちゃんになりました。私無理だよ、幼稚園児は。私多分幼稚園の先生とかの方がいいと思う。アリスとコノアがあのコスプレであの園児の服着て、私が先生とかの方がいいと思う。なんか私ちょっと先生っぽくない？幼稚園の先生、ちょっと今ツインテールもしてるし、ツインテールしてない？幼稚園の先生って偏見だけど幼稚園の先生ってどういう格好？エプロン？なんかさワッペンみたいな、なんかキャラクターのワッペンとかつけてるよね、幼稚園の先生って。幼稚園の先生いいね。女医さんとかちょっとなんかまだなんかさ恥ずかしいんだけどちょっと大人ですね、女医さん。女医じゃん、ニア女医だから。女医さんいつかやりますね、じゃあ。あね、クリスマスにさ近い日はサンタさんになりたいなと思ってる。それは男装、男装むずいね。でも私モエカとかレノンとかだったらあの男装似合うと思う。まあ愛ちゃんとかも意外になんかいつもは超可愛いんだけど、あの男装意外となんか似合いそうフリフリのエプロン、オッケー。トナカイね、じゃあなんかやる日言えたら言うね、この日に何やるって。言っていいのかわからないけど、女医だから女医は受けるね、いつか女医だから女医やりますね。レノンにあの男子のあの制服着てほしい、あのなんていうの、学ラン着てほしい。学ランで男装するみたいな。みつきはツリーだななんでみつきツリーなのね、学ラン着てほしいよね。シンデレラとかプリンセス系みたいかも。え、やりたい、やっていいのかな、そういうディズニー系ってサンリオ系は多分大丈夫なんだけど、まあ言わなければいいのか、ふーっていう感じにすればいいのか、わかんない。もうそこら辺私詳しくなくて、バイト終わって携帯見たら嬉しい通知が、疲れ吹っ飛んだ、ありがとう、早く来てくれてお疲れ様。やっていいです、責任は自分が取る本当に本当にやっちゃおうかな。お姫様にどうしたらいけるのでもね、
ティアラとかつけたいね。あの誕生日の近くの日はちょっとそっち系にしてもいいかもね。レノン楽団ももちゃんセーラー服でちょっとお願いします。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。めっちゃいいねでもさ部が違ったらさ、あの写真でレノン多分一部でうちが多分5部だったんだよね。だからもう影離れすぎてて、だからいつかまたレノンとあの一緒に撫でる時に、あでも今の今やるしかないのか。だったらえ13枚目、13ん今って何枚目の話かやってんの。あの「す好きじゃない」のお話し会は多分終わったんですよね。で今 B セルフィッシュのお話し会参加させてもらってて、まだあるんですよね。あのまだあるんですよね、12枚目のお話し会って。もう少しでハニカミショートの方に参加させてもらうんですけど、12と来週から5、あそうだよね。12はいつまでですか、いつが最終日12月末まで。じゃあやるなら今じゃん。レノンと男装、男装とセーラー、やりたいんだけどレノンやろうよ。ジュリーも一緒に。ジュリーは絶対セーラーの方がいいと。レノンとジュリー、レノジュリーで撮ってほしいからうちらは女子でレノンが男装めっちゃ良くない。でもさ一部だから朝からそんなんやる気力あんのかな寝起きでさ男装メイクとかさ、レトレノン、めんどくさいとか言うようちらだけノリノリなのよ。もううちらがメイクしてあげれればいいんだけどね、セーラー服着たことなくて人生で一回も、だから着てみたいです。私はねブレザーだったからずっとよいしょね、セーラー着てみたい。レノン似合いそうだよね言ってみる後で。やってくれるかなやってくれるかな。マイカちゃんが宝塚風の男装似合いそうね。あの大場さんがさ、花さんがさ、あの宝塚の男役さん風のコスプレされててすごく似合ってた。マジでかっこいい、めちゃめちゃかっこいいです。もうどんな系統でも似合いますよね。花さんかわいい感じも似合うし、なんかロリータの服をこの前着られた時すごいかわいかった。てかめちゃ金髪が似合うんですよね。金髪が似合うってすごくないですか。私絶対似合わない金髪とかでもあの菅波さんの金髪めっちゃ好きです。私なんか透明感やばみたいな。もうハイトーンずっとキープするのってもうすごいね、もう多分結構大変だと思うからすごいですよね。ね、ミレイさんは派手髪が似合いますね。金髪の時にキツネ、なんかここに耳つけてるやつあったじゃないですか。なんかそういうコスプレをした時があったと思うんですけど、菅波さんが。それがめっちゃ好きでその写真保存してしまいました可愛くて。めちゃくちゃたまたま秋葉のドンキのコスプレコーナー、なんでたまたまなの。コスプレするの
ね、メンテがね大変だよね。ね、今月あんまりショールームできてなかったから今日しましたよ。みんなのコメントも嬉しい。ペンライト1本壊れたので探しに。ああそうなの、定期公演に向けてですか。ピンク、薄ピンクと薄紫絶対分かりにくいんだけどなんかさ運動会の時にさ、あの青とかピンク、普通のピンクとかが分かりやすくて、あの青いのね色とかレノンの色とか分かりやすくて、もう私の薄ピンクと薄紫あんまり分かりにくかったからちょっといい感じに振ってください、お願いしますお願いします。キアラさんとナータンさん、斉藤さんとは呼ばないです、キアラさん、渚さんって呼んでます。あそうだね、でも運動会は会場が明るかったから分かりにくかったのかな、きっとそうだよね髪の色を薄ピンクと薄紫にしたね、知ってってか、この前なんかファンの方がさ、美容師さんにお任せにしたらピンクと紫の、混ざった色になったって言ってて、すごい運命じゃんって思っちゃった。キャーさん呼び、キャーさん、キャラさん、キャーさん、あのこの前お会いする機会があって、お誕生日おめでとうございますって言いました。ありがとうって言ってくれた、可愛かったです花さん呼び、そうでもね、あの小木さんも花さんだから分からなくなっちゃうからさ、どうしようってなるよねだからこういうショールームとかではさ、あのエピソードをお話しさせてもらうときにさ、花さんって言ったらどっちの花さんだろうってなっちゃうからさ、うん、難しい。小木花さん、小木花さん、小木花さんのセンターのあの曲めっちゃ可愛かった、めっちゃ好きで、ああいう曲が、なんていうの、ああいう MV の MV の世界観っていうのが好きなんだよね、めっちゃうん、毎日聴いてるもん私、毎日毎朝聴いてる朝から聴いてテンション上げてます。あれの略ってなん、ウルレアなんですか、ウルキス、どっちどっちどっちなんですかね。私ガチャガチャ回して私を引いたんですよ、皆さんありがとうございます、よろしくお願いしますね。そうだよね、なんかさ URK って言ってる方多かったかもカミガチャ、ウルトラレオンね、あのそういう系統の曲がさあんまりなかったっていうか、なんかのいみさんはあんまりいなかったからすごいいいなって思いました。そっちの系統も可愛いって思って、あの3人お三方がさ、なんか声も可愛いし、なんかあの可愛い声で演歌風の曲を歌うっていうのがもうなんかギャップで素敵ですよね。演歌むずい外に人がいます、外めっちゃめちゃめちゃ家のすぐそこに男の子がいるんだけど
なんか昼寝してたら配信始まってるんだけど、あお昼寝。メンバーはウルキスって言ってるって。あ、なんかストーリーでもウルキスって書いてましたね。書いてらっしゃった。なんかね、男の子、ちっちゃい男の子がね、なんか私の家の前で鬼ごっこしてるんだけど。なんで私の家の前で鬼ごっこね。いつかニアジョイもユニットとかしてじゃないな、なんだやらせてもらえるのかな、楽しみ。私的なユニットのコンビ、うん、でもリコとレノンはユニットじゃなくてダブルセンターがいいと思うんですよね。え、このアリウォーもいいね。このアリウォーで歌いただけたらめっちゃ嬉しいな。もう誰とのユニットでもめちゃめちゃ嬉しいです。寒いよね。私久しぶりに外出たらめっちゃ寒かったもん。山山コンビね、やりたいよ。どういう曲なんだろうね。でもこのアリスのセンターはありそうだよね。あ、確かにコナンはハーフツインが多いから下ろした髪型、コナン巻き髪似合うからさ大人っぽいよね。顔、お顔がさ大人っぽいよね。みちももって言うんですね。ももみちじゃないんですね。私もいつかセンター曲いただけるのかなね。そうそう、イラついみたいな感じの曲があるんですかね。あれで、二人でこのアリスで。でもセンターに立つってすごいですよね。もう絶対むずいって、絶対むずいって思います。だってなんか前に人がいないから、まあそれはそうなんですけど、一列目でもそうだけど、だからさ、もうさ、あれだよね、むずいっていうか、なんか緊張が2倍っていうか、なんかメンバーを感じて、そのなんていうんだろう、今とかは隣に、まあ隣にはいるか、一列目だとしても。まあでもさ、なんかやっぱりセンターの重みはすごいと思うから、ももちゃんセンター、アイドルソングので、そうなのかな。でもさ、指原さんってすごくなんかセンスがおありだからさ、例えばももきゅんさんの今回のセンター曲もさ、絶対ももきゅんさんの普通のなんていうの、 いつものキャラの感じだと可愛い系かなって思ってたら、めちゃめちゃかっこいい曲だったので、だからやっぱりね、私たちの想像には及ばないものを作られるからさ、いつも。そう、デイブレイクめちゃめちゃかっこいいですよね。私、川名子さんの歌もめちゃめちゃ好きで、すごくかっこいいです。ももきゅんさんの歌もかっこいいです。ね、スパークルめっちゃいい曲。でもね、スパークルね、行かないジョイの時にスパークルやらせてもらってフリーでしたんですけど、一回難しすぎて本当に難しかったですね。
スパークルとか、あの夏祭り恋したとか難しかった記憶がある。とマホロバースタリスクも難しかったです。みんなってなりながらやってましたね。もう本当になんか表題曲じゃないのっていうさ、クオリティの楽曲がカップリングにあるからさ、すごいよね。夏祭り恋しタウなんて絶対表題でもさ大丈夫な素敵な曲じゃないですかね。あれでしょ、なんかフラジール入ってるんだよね。そうだよね。まだね最近カラオケ行けてなくて、でもカラオケ行きたいんだよね。一人カラオケ好きなんだよね。高すぎる本当に。最初のサビのサビがね、あでも最初からもうねホーダーがあるから。ニアジョイの曲高くない？でもニアジョイの曲さ、あれだよ、イコラブさんの方が多分高いと思う。元気で頑張ってみる。本当にいける。昨日萌えちゃんが謝りながらフラジル歌ってたね。え、萌えちゃんって萌子さんですか、それとも萌えかですか、どっちですか。ね、あのさコールオッケーになったらさニアジョイの曲絶対ね、コール聞いてみたいんです。私コール、あのやっぱアイドルといえばコールじゃないですか。だからっていうか、あれ渚さんの卒婚行きたいんだけど皆さんどうでしたか当落。私も応募したかった。めちゃくちゃすごい倍率だったんだろうな。でも私多分入れないと思うんだよね。やっぱキャパが少ないからさ、みんなニアジョイ13人もさ、あの入ったらさ、そのファンの人がさ見れないじゃないですか、その13人分の。わかんない。だから行きたいんだけどね。もう行けないかったら、配信があったら配信見ます。山野も、あ、山のホールのことですかねアリスのことかと思った。今何時で、マジでスタッフとして入りたい。あの経なんていうの、こちらですみたいなのでいいから立ち見でいいから入りたい。あと30分もあるじゃん、やった、まだいけるでしょ。ねね、流星群聞きたい、流星群聞きたい。本当に久しぶりじゃないですか、もうもし卒婚でやるとしたら。ね、私グッズ販売でいいからさ、現場にだけでもいさせてほしいんだけどお腹なっちゃった私あのね、グッズ販売のあのバイトやるの夢だったんですよ。これ何回も言ってるかもしれないけどあのやりたくて、あのアイドルになる前は絶対大学生ぐらいになったらグッズ販売のお仕事やりたいなって思ってたの。だけどさ、できなかったからさ、この機会にやってみたいです
な、軽音チェックとかでも全然やるよ全然やるよ。え、まことさん、え、なにこれかわいい、アザラシ、白、ん、アザラシ、なにこれ、これな、なんだこれ、アシカ、アシカってなんだあれ、アザラシですかね、かわいい、ありがとうございます。待って、アリくんも欲しい、ありがとう。フジヤン、ありがとう。エルフさんもありがとう。あやも I love you、 ありがとう。ちょっと読めてなくてごめんね。アザラシが海の生き物に疎くて てか私が物販やったらお渡し会じゃんね、握手会もやってみたいの本当に。やっぱさ、アイドルといえば握手会じゃない、やっぱりなんか憧れる、めっちゃグッズ売るのうまそうももか以外のグッズ買ったら睨まれるそんなことないよ、ももかちゃんに勧められたら全部買っちゃうね、直接会いたいね。みんなさ、ニアジョイはさ、こさつ、あの、私は一回お休みさせてもらったんですけど、やってるからさ、一回はあの直接会ってるからさ、一対一で、めっちゃ羨ましくて、もう私も早くこさつが、あの、振り替えがあったら嬉しいんですけど、これも追加でね、いいね、それ買ってくれるかな、みんなそれしたらみんな買ってくれる。サイン入りポスターお渡し会、あのポスターってそういうやつだったの。もう一回やった時本当に存在するんだねね、あの見たよ、あの骨髄にさ、あの写真あったから、もう一回とも、え、もう4時半ね、早いよね。1日過ぎるの早すぎる、まだ私何もしてないんだけど、起きてから少量飯しかしてないマジでめっちゃツイッター見てるよ、皆さんのツイッター見るの好きなので。すごいね、元気だよね、もうでもこのぐらいの時間がやっぱり一番、ちっちゃい子がさ、遊ぶ時間だから。マジでそう、休みの日秒ですぎるね、初見さん、わかりますめちゃくちゃ叫んでるね。コナーの配信、コナーの配信なんかカラス鳴いてたよね、なんかこの前めっちゃカラス鳴いて、なんかいいタイミングでカラスがめっちゃ鳴いてた。ツイッター見てるよ。明日学校明日学校頑張って。わなはてはなじる、ブラジルいっぱい聞いてください、あとライオンも。明日学校の後バイトや、頑張ってバイト、ね、イチョウ見たいの、本当にイチョウ見たくて、もうイチョウ見に行きたいの。外苑前のイチョウですか、アリスまだいてくれてるの、もう落ちかけてる、本当に行きたかったよ、行きたかった、行きたい、
行きたかった。昨日のさ、ジュリーのあの服装さ、なんかイチョウ見に行くコーデっぽかった可愛かった。あとあれなんだっけ、あ、みつきの格好もイチョウ見に行くコーデっぽかった。なんかイチョウ見に行く、あ、毎日サークルで2個くらい、ありがとう。本当にサークルでいっぱいリップ送ってくれるのも本当に嬉しい。イルミネーションも行きたくて、もう絶対メンバーに行こうねって言ってるんだけど、一緒に行ってくれるか分かんない行こうねって言ってるんだけど、コラブさんさ、またなんかコラボしてくれないかな本当にあのね、この去年のよみうりランドはなんかね、もう天国だと思った。うちあそこもうだって乗り物乗るってなってもコラボしてるから、コラブさんがいらっしゃって、どこ行ってもパネルがあってめちゃめちゃ可愛くて、もう幸せだった。のゆみさんもコラボしてほしいな行ったよ去年行きました。カメラホルダー去年のやつ見てたらさ、あの渚さんのパネルと写真撮ってる写真出てきたちゃんとオタクしてましたね去年ねえ、すごいよね、よみうりランドとコラボなんて。コラボカフェね、コラボカフェでやってみたいですその時かな。ずっと渚さん推しですよ私は。ニャルドゥイメンバーが行ってた花屋敷の動画見て行きたくなったんだけど、花屋敷行ったことないです。花屋敷はない。でも東ん、なんだ、どこだ、ドームシティのさ、あれはみんなで行ったことある、メンバーで。サンリオキャラもコラボ、めっちゃ夢あります夢ある、うん。てかスクショタイム一旦しようかな。お腹すいたよー。今日のもこもこかわいい、ありがとうございます。今日はシナモンだから、はい、そう、シナモンの顔ね、光っちゃって見えないの。絶対違うね、絶対違かったね。てかあの防音なの、このこのシナモン防音だからさ、自分が今どんなモノマネしたかわからない。パンチシナモンバージ、あ、ここにいるんですよシナモン。ちゃんと顔もあるの、ほら見て、ほら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 、写真撮って。マイメロっぽかった、本当？あ、そっか、しな、マイメロだよ今のやつ、間違えたわ。僕シナモン、え、似てない？ちょっと待って、聞こえない、あんま聞こえなかったから、
寝てるかわかんない。マックシナモン。シナモンくん虚無の表、そう虚無の表情してんねこのシナモン。私はウサギなのかにゃ。似てる？本当に？成長した？お腹鳴ってるのが聞こえてたら恥ずかしいです。モモキュンさんのツインテール戦いね、確かに。でも絶対もあの長さが足りないですこれには。あお腹なっちゃう。ニワトリ仲良しのメンバーみんな仲いいよ、みんな仲いいよ。あのね固定とかないですあんまり。やっぱその時期によって、時期によってっていうかさ、なんて言うんだろう、最近この子とよく一緒にいるなとかはあるかもしれないけど、ずっともう結成されてからずっとこの子と一緒ですみたいなのないから、だからねみんなあの仲良しよ。あそう、お話し会で部が近いとね、なんか自然に一緒にいる確率高くなるかもしれない。ご飯食べに行ったりとかすることが増えたりとかあるから。ピアス開けてないです。お話し会の部はそうあのね決めていただいてます。今度ね5部だった。なんかね最初私一部女だったんですけど、もう一生一部みたいな感じだったんですけど、なんか最近5部になりました。今回も5部だし次も5部です。皆さん予定合わせやすいかな。早起きじゃなくなりました。一部女が良かったごめん。そう一部とね5部、そうまだね2、3、4ないんですよ一回も経験が。シナモンなしでも取っときます。ももちゃん朝まだ苦手、ずっと苦手だよ。コブだと一日ワクワクできるから好き。楽しみにしてるのかわいい。楽しみにしてくれてありがとうね。りっくん結婚していいよ。はるか結婚していいよ。ありがとう。くまた。くまももさんでした。一部だとその、そうだよね。予定組み、確かに逆にね。逆にそうだよね。ね。でもさ、2、3、4とかの方が一番予定組みにくいと思う。お話し会の当日券ね、確かに当日券あったらいいのにね。でもさあれじゃない、ノイミーさんのやつとかだとさ、押し増しみたいな、押し増しなんか行きたいコート変えれるみたいなのがあるから、それで来てくださる方もたまにいるから嬉しいです。ぜひぜひ来てね、待ってまーす。2から4はすごく困る、そうだよね確かに。一部だとや本当にやったってなる。でも一部の時結構ね外からの方多いかもしれない、これから予定がありますみたいな、本当に外からつなげてくれてありがとう。あケンジありがとう、結婚しよう。
ぜひぜひ追加してくださいね。もうたくさんお話しよう。二人で話せる機会が、お話し会しかないから今は。ももかの剣を他の子のおしましに回すのはアウトです。ダメです。お話が今って応募期間なのかな。まだあの13枚目のお話し会はまだまだたくさんあると思うので、ぜひぜひお待ちしております。春一緒に過ごしたいです。春服かわいいの着るよ。おしましより当日券ね。当日券あったらさ、あ今日予定暇だったのにっていう時にさ、来やすいよね。お腹すいたよ。春は桜のコスプレ。桜のコスプレどういうこと。木になった方がいい。木になる。でも夏音さんとかなんかやりそうだよね。すごいです。もう全部可愛い夏音さん。あそっか、夏音さん今コロナになってしまったということで、ゆっくり休んでください。いつもあれ話せばよかったってなるから当日券欲しくて。確かにその時にさ急に予定入るからね、いろんな予定があるから。確かにあの春だからセーラー良くないですか。でもねあれだよね、レノンと違う部だから。またジュリーとレノンは一緒なんですよ。夏音さんプロデュース絶対面白い。でも夏音さんの私服めちゃめちゃ可愛いですよね。桃花が本領発揮する季節は四季です。いつも3人組ね。今回2人前と一緒かな。だからそう前となんかねできたらいいな。私四季おすすめなので、全部の季節来てください。オールウェイズで。あやた結婚していいよ。旬って面白いね。今日このあとニャジェ配信祭だな。そうなのか。レノンがやるっていうのは聞いてた。あとアリスとレノンやるって言ってた。だからお昼にしました。今日はみんなねやっぱ見てほしくて。みんないつもお疲れ様です。偉いね。レノンの配信やばいよね。どういうこと。レノン最近朝配信してるから、あの人面白いよね。前に影響されて朝配信始めて。でも皆さん、ももか推しの皆さんはあの他のメンバーの配信を見ていいですけど、あまり浮気しないようにお願いしますね。ニャジャイみんなサッカーの時間と、あそうそう、それも配慮したんです。私できる推し、今日サッカー見たい人もいるだろうなと思って。そうこの前ジュリの配信にももかわし集まってて、そうあの私いたんですよ、それ見てたからさ。ジュリーが私のお話をしてくれたから、みんな集まってくれてありがとう。ももたんだけでお願いしますよ。私がよくあの出現する配信はジュリー、レノン、マイ、リコ、アリス、コノア、まあ、全員ですね。あの全員の配信に出没するので。ほぼみんなですね。みつきも見るし、
ほぼ全員マークしていただければね、いいと思います。昨日のみつきのサイン会でももかには内緒でって言ってました。ん？誰ですか？誰？ギフト投げたらバレるよ。ギフトは危険。ダメです。ゆうか、圧苦手なの？ゆうかは圧かけれないでしょ、あの子は。いい子だから。やったことなさそう、圧とか。私愛重めなので、皆さんポケモンの出現そう、私どこにでもいるからね。もうかもいいかゆうかとかは学級委員とかやってそうじゃないですか。委員長とか優等生って感じ。ゆうかにも制服のコスプレしてほしいな、似合いそう。でも優香は多分ね、セーラーよりブレザーっぽい。どっちも似合うけど多分。ここはギフト投げても良きですか？ここのルームではギフトを投げて良きですよ。もうかわしでいてくれさい。いてくれさいになっちゃった。あ、おしーなちゃん、I love you、 ありがとう。あ、ヤマト、ありがとう、結婚しよう。あ、もう52分なの？まあでもね、15分ぐらいだったら過ぎても大丈夫かな私何時から配信始めた？3時20分とかですよね、多分。だから2時間だから5時ちょっと過ぎても大丈夫です。じゃあ5時になったら壇上読むね。ももちゃんはツイッターやショールームのスクショしたの？いいよ、嬉しい。 LINE のアイコンにしてくれるの？彼女って言っといてねありがとう。15時19、 OKOK。15時19分了解彼女って言ったらいつも微妙どういうこと？微妙な顔って可愛くないんじゃんってこと？それともどういうこと？彼女が JK、 あ、そういうこと？年がってこと？でも私結構いつもね、あのあれだよ、あの大人っぽいですねってよく言われるよ。病院とか行ったら大学生ですかとか聞かれるよ可愛すぎるじゃんってこと？本当に本当に、いやいやって否定されてるんですけど。確かに孫公式孫でもなんかあれだよね、公式、ま、孫ってなんか萌歌、なんか萌歌がなんかよく孫って言われるみたいなと言ってた気がする。あ、てか萌香がそう、あの学業でね、あの休止頑張ってくれ。公式のやつで知ったんだけど私公式ので知った。あ、コノタン配信するの？コノちゃん見ちゃお見ちゃおめいっ子ね、確かに確かに確かに。彼女って言ってもどっかのアイドルちょっと頑張ってよ、頑張って。ちょっと彼女っぽい写真にして、じゃあちょっとなんか彼女目線
みたいな写真載せようかな今度。それにしてじゃあコノタンにギフト投げたらおこ。でもコノタン可愛いからまあまあまだ許すけどうちの孫なんですよ。結構信じてもらえそう信じてもらえるかも。孫はいい立ち位置。彼女って言ったら爆笑される。そりゃそうでしょまたナナミが言ってるよってなってるよ。ナナミはもう推しってことバレてるから絶対。おたばれしすぎてて本当の彼女も彼女。彼女いるの？え、彼女いるの？本当に？本当に彼女いるの？なんで彼女いるの彼女って言っていいよ。なんで彼女なんで彼女いるっていうかいるんだっていう。なんか昨日のあのサイン会の時にあのなんかあの今他の子に浮気してますよみたいな報告がなんか来たんですけど、ある方のできたら報告してください彼女できたら報告して知りたいずっと彼女でいるよできるなら安心して審査かな把握用です。そう、ほうれん草大事って習った私。報告連絡相談報告してるので彼女少ないダメだ今付き合ってるじゃんからうちと。やっとペンライト見つけ、え、ずっと探してたのペンライト。ドンキ広いから見つからんよね。ずっと探してたのよかったよかった。ももかですか？そうです。嫉妬してるの見たいから噛んだ。ダメ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 だよ。ももちゃんもし始めたら噛んでるから。嘘ごめんね。でもこれからは私は彼女だからいいよね深井ありがとうね。また配信したら来てね。ありがとう、時間教えてくれて。おもちゃんがいるからって全部徹底されてますね。いいですね深井あ、5時になった。じゃあ壇上読むね。じゃシナモンで読もうっと。うん、白飛びすぎて分かんないけど、じゃあいきます。13位、静岡 T シャツのケンジ、ありがとう。なんか画質悪い。本当に嘘でしょ。画質悪い。え、やだやだ、画質悪いですか。
待って寂しいって可愛いんだけど、ね、可愛い寂しいのフフフ大丈夫そうですか画質。ケンジさん昨日もありがとうねサイン会も続けて大丈夫かな。12まことさんありがとう。11すーちゃんありがとう。10位あやたんありがとう。9位エルフさんありがとう。8位あやありがとう。7位かずやあに、あ、ちょっと待って声裏返っちゃったしお腹乗っちゃった、もう一回言うね。7位かずやありがとう。6位はるかありがとう。頑張ってね勉強5位りゅうありがとう。昨日もありがとう。4位ジョニーありがとう。3位ももかたんおしりっくんありがとう。たんおし嬉しい2位もえぞありがとう。1位おしずありがとう。シナモンでした。おしずありがとう。よいしょ、壇上読めましたんで、いい旅行のスタートになった。え、旅行なの？スクショしていいよ。さっきもスクショタイムしたけど、ちょっともう一回やっとく。なんか髪の毛、これ本当は顔もあるんですけど、はるか明日何歳になるの？今高一でしょ？分けてるの好き？本当？あのね、16歳か。そっか高一だから16歳か。高一若いね。って言っても私も一歳差なんだけどね。指輪が見えるポーズ。どっちが好きなの？みんな分けてるのと。分けてるのは意外とね人気で嬉しいよあ、お腹鳴った。めっちゃごめんね、お腹空いちゃった。まだ今日一食しか食べてないから。パツン派？この音は聞こえた。恥ずかしい。お、大きい声で喋ろう。おでこが好き？またあのでこ出しするね今度。いつも似合う。本当にありがとう。でもあやさっき絶対分けてるのって言ってたけど今何時ですか？手巻き寿司だから頑張りますね。あ、リコ？あ、リコ始まったの？え、待って、リコ見たい。後で行こうじゃあ5時4分か。何分までやろう？15分までやろうかな。あれ19分まで、あれ19分だっけ始めたのが。よいしょよいしょ。いっぱいの方が見てくれて嬉しい。あや言ってないよ本当に。あや、あやじゃなかったさっき。髪の毛伸びました。長いのと短いのどっちが好きですか？私のあの統計では長いのが人気かなって思うんですけど。初訪問の方もいっぱいありがとうございます。よかったらぜひあのフォローお願いします。ニアジョイの山田桃香と申します。
初期のね、そう初期の髪型が好きって言ってくれる方もいる。フォロー逆こっち。お願いします。あ、おしず結婚していいよ。レンテン結婚して結婚しよう。ありがとう。かわいいもありがとう。右にあるこっち。でも私から見て右はこっちだけど、こっちなのかな。こっちお願いしますね。どっちが好きか即決。嬉しいんだけど、どっちも好きってこと。神手、神手がこっちか。私から見て神手って左じゃないの。もうじゃん髪巻かないの。今日はストレートツインにしたよ。最近あんま巻いてないから、また巻くね。お話し会とかショールームとかで。お腹すいたよ。お腹すいた。そう、演者側から見たら左だよね。そう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 、合ってる。え、モーガーコスプレする日。え、コスプレして。え、コスプレ一緒にしよう、楽しみ。何のコスプレするか事前に言うね。正解、天才。本当褒めてくれんじゃん。めっちゃすぐ褒めてくれる。優しいね、みんな。どんな髪型も好きですか、ありがとう。クリスマスに一番近いお話し会っていつだっけ。12月25とかはない、なかった気がするから、でも過ぎる前の方がいい。なんかクリスマス前の方がいいかな。クリスマスサンタさんのコスプレやったら18日。じゃあ18日にサンタさんやろうかなって思うわ。予定年内最後勝つ。あ、そうなの。じゃあ12月18日にサンタさんのコスプレしようかなと思います。え、この前の振り替え分ってさ、いつでしたっけ。なんか一部だよね。でもまだ出てない。ツリーの星のえ、ツリーの星のコスプレしてよ。ジョニー、ジョニー絶対面白いもん。なんかね、一部だったと思います。皆さんぜひ振り返していただけたら嬉しい。いっぱい話したいから。トナカイでもいいね。皆さん、私はサンタさんになるからトナカイでもいいよ。サンタさんでもいいし、一緒の。お腹すいた。プレゼントでも確かに、プレゼントの発想はなかったですね。いいですね。嬉しい。前に来てくれるだけで嬉しいから、もう本当に全然普通の服でも嬉しいよ。ソリやるの初めてだ。そんな方はソリってどうやってやるの。クリスマス何頼みますか皆さん、サンタさんに。私何が欲しいかな今年は。何がいいと思う、今年のサンタさん頼むもの。私は皆さんに愛をあげます。皆さんもクリスマスプレゼントください。私からの愛はいくらでもいつでもあげるよ。
サンタさん何もらおう。最近なんかね物欲があんまりなくて。確かに iPhone ね、13、時間もらえないよむずいじゃん。そんなの クリスマスライブが欲しい。確かに会いたいね、クリスマスに。睡眠時間もう今すぐ寝ていいよ。本当ありがとうね、私の配信ずっと見てくれて。ちゃんと寝てね。と話し会来てくれる、ありがとう。長く配信してくれて嬉しい、本当にありがとう。そうなんかね、そうなの、物欲ってね、なんかねサンタさんの時期になるとなくなって、サンタさん終わった時期ぐらいにあの欲しくなるものがある。ね、メモっておきます。でもさやっぱなんかもうさやっぱりこの年になるとなんか何でも、何でもっていうかまあ何でもではないんだけどさ、大体さもう自分で買えるようになるからさね、何をお願いしようか悩むよね。お洋服欲しいね、お洋服欲しい、パジャマ欲しいんだけど私。あ、福袋ね、ミスドの福袋って何が入ってるんだ。なんか いつもさどっかとコラボしてない、なんかポケモンとか。なんかあんまりリップの色がない。何が入ってるの。ドーナツたくさん系、あそうなんだ、えいいね。でもめっちゃ毎年並んでるイメージある、ミスドの福袋。モスとシナモンコラボしてる、そうなの。モスが近くにない、あったけどなくなっちゃった。無印って福袋あるんですか。ケンタッキーの福袋知ってますか。ケンタッキーの福袋、ケンタッキー、あとお重とかもあるよケンタッキー。私ケンタッキーでバイトしてたから知ってんの。でもね詰めるの大変だけど。クリスマス超大変だからね、もうケンタッキーやばいよ本当にやばかった。クリスマス休んじゃダメだもん、だって絶対出なきゃダメ。うん、ここ長いこの毛が。友達がケンタでバイトしてたけどクリスマス、そうだよブルーになる。あのね友達がいたんだけど、友達とクリスマス入ってたのバイト。そしたらあの友達と待ち合わせしててケンタッキーの近くのところで、たらなんか第一声もう帰りたいって言ってましたまだ始まってもないのに帰りたいって言ってた大
大変だよ本当に。早いよね早い早い。でも私家族でケンタッキーをクリスマス食べたことない、ないです。毎年クリスマス何食べてるかあんま覚えてない。覚えて何食べるんだろうっけ。いつもママが作ってくれるかも。前の推し誰、前の推し誰ですか。ももたんって呼んでいいよ。ももたんって呼んで。ケーキ食べるよ毎年。ケーキはさすがに食べます。ケーキないクリスマスなんて、クリスマスじゃないあれ食べたいんだけど、あのサンリオの、サンリオさたまにサーティワンとさアイスケーキコラボしてるじゃないですか。アイスケーキ食べたい。ヤマタン、ヤマタンまだ可愛いからいいかもダメだよ、山田さんとかダメです。シャンメリー、ね、懐かしいね。シャンメリーって、シャンメリーって響きが夏いね山田ダメ、山田ダメ。モーヤンモーヤンいいよ。ヤマちゃんダメ誰もってもう誰やねん山田桃花の間ですかね。ダーモン、ダーモンがいい。だったらダーモン、え、ダーモンって可愛くない。まだメンバーからは桃花、桃花、桃花としか呼ばれて、桃ちゃん、愛ちゃんから桃ちゃん。ラーメンと同じイントネーション。デモンかっから確かに。ももかともーちゃんとかしか呼ばれたことないよメンバーからは。ももかてんももかてんって誰やねんって思いましたけど、ちょっと可愛いからまあ許す、許します可愛くない、ももかてんってちょっと誰だ、誰って思ったけど私だった。あ、そういえばハニカミショート、冬に生写真ももちゃん引いたよ。あ、ありがとう。引いたってことは運命だよね。実は私もあのいただいた CD を開けたらなんとアリスが出ました今回はアリスでした。前回は自分を弾いたんですけど、弾けてないくても運命だよね。うん弾けてなくてももうすでに運命の人は運命です。まだ推しを悩んでる人とかは弾いたってことは私ってこと推しは弾けない、そうなの。弾けてなくてもももかと梅、そうだよで今何時、お腹空いちゃったからなんか食べたいえ、帰ったら2枚開封するからなんとか言ってほしいね。え、もう5時20分、嘘でしょ。私まだ5時5分ぐらいかなって思ってたんだけどえ、待って、そう思うとちょっと早くない。今食べそうだよね、玉木寿司が待ってるからあれだね。玉木寿司が待ってるからあんまり食べないでおきます。え、レンテンありがとう、タワー、レンテンタワーありがとう。レンテンは桃顔しでいてねで、ミルテンさんも推しかな。
ありがとう、もちろんです、だって、ありがとう。いっぱい初訪問の方も今日来てくれて嬉しかったです。ニャイリーイコールジョイの山田桃香と申しますので、よければこちらのフォローをお願いします。あとツイッターもやってるので、よかったらツイッターも見てくださいね。じゃあね、そろそろ終わろうかな。皆さんも美味しいものを食べてね。あとちゃんと寝てくださいな。なんか今日寂しかった、なんで寂しかったの。もう寂しい時は寂しいってリップしてください。そしたらあのなんかツイッター更新したり配信したりなんだりして、皆さんの寂しさを紛らわせられるように頑張ります。ありがとう。最後にスクショしてくれた。じゃあね、終わりたいと思います。サッカーみんな見るのかな。今日は早く寝ようね。明日からお仕事頑張ってください。また次いつか配信するので、ゲリラかもしれないけど。またね、バイバイ。みんな大好きだよ今日も。バイバイ。